マオイママがお好みの、かわいい小物屋さんが今日イベントをやっているということで、チラシをもらいました。そして訪れたらこの状況です。なんか屋台がいっぱい出て、どっち行く？まずこっち見る？こっちぐるっと回る？サボテンを入れてる、うん、かわいいね、サボテンね、ちっちゃいサボテンね、これ面白いね、ぐるぐるみたいな、うん、中身は関係ないから、あそこ行ったってね、ピンセット、ピンセットだ、面白い、ピンセット、すみません、撮らせてください。あ、シオンくんだ。ああ何でできてるの？なんだろうね、プラスチックかな、樹脂とかで作ったのかな。この食品は樹脂粘土、樹脂粘土って書いてある。着色せずに、あの透明のウレタン塗装で、ウレタンの、じゃあ木製品の塗装業を親子3世代で、あ、家族3世代で行ってて、あのいつもはあの小栗旬さんが出るあの味の素の CM の俺の味噌汁は、うん、あのおわんを塗ってます。そういうのを塗ってます。これは趣味なので、あの形から全部つけてるんですけど、本来はあの形を作る職人さんがいて、あの塗装業の本職でお父さんが塗ってます。これはその、はい、塗料の色がこうではなくて木の色なんです。あ、この赤いものも、そうなんです、この赤もそうなんです、あ、ピンクもそうなんです。このタイプはちょっと着色をしてるんですね。こういう緑とかってなかなか出ないんですよ、どうしても。そういうのはしてるんですけど、他のものは全てあの着色せず、ものにもよるんですけど、このお花のはちょっと着色してるものが多いですね。寄せ植え、ああそっか、植物の方がアートなんだ。あ、イヤリングこういうのちょっとこれはね、ピアスなんですけど、こういう感じだね、うん、こういうのかわいいね、うん、これイヤリングなんです。これ水やりとかは大丈夫、ちょっとシュッシュッってやるくらいなんじゃない、あの霧吹きとかで、すいませんね、取らせてください。やっぱりつけてる感覚言いますね、いわゆる水やりは全部同時なんですね。可愛いと思います。同時っていうのこういうものによって違うとかなくて、同時で大丈夫です、うん、そんなにやらなくてもいいぐらい、そうですね、シナムって言って結構ミックスに近い種類なんです、うん、でお水結構これはね、あれだよ、全然平気です。多めでもいい、でで、あ、そこまでやらないのかと思った。今の時期はそれがないから、で、洗ってほしいぐらいです。そうなんだ、はい、下は水抜けるの？あ、抜けます、穴開いてる、こっち、あ、これは安くない、あのこっちの、これが嫌だ、あるね、水かけて、もういいね、ねえ、これ大きくはならないものが集めてる、これはもう製造機なので結構室内に置いておくと伸びやすいんですよ、あ、長く、あの、はい、室に置いておくと結構このまま、そうなんだ、じゃ日光には当てた方がいいんですね、直射日光は避けた方がいいです、やれちゃうので、かわいい、面白いね、めちゃくちゃかわいい、すみません、撮らせてくださいね、リアルだよね、うん、ちょっと
これいいな。ちょっと可愛いね。あえて大きいのいいですね。そうそう。かっこいいと思います。顔もシャープだし。めっちゃ怒ってる顔とかも面白いですよね。これちょっと愛嬌あるけどね。これはちょっと親子の感じ。アリクイ、コアリクイ。コアリクイ。ね、コアリクイこうやって威嚇するの可愛いですね。両手広いですね。可愛いですね。これ、ごめんなさい、撮らせてくださいね。あ、どうぞ。だったら動かしていろいろ撮っても大丈夫ですよ。ほっぺが膨らんでるんだ。はいはい。どんぐり加えてるやつ。だんだん可愛い。ワンちゃんはキャラクターなんですね。ワンちゃんと猫ちゃんこれ、ね、同じような感じの ね、タッチが。猫と鳥と作ってます。これがいい。これも可愛いね、鶏さん。うん。なんか頭でっかいシリーズがちょっと面白い。ワンちゃんって上から見るとこう頭がでっかちなんですよ、ね。昔ね鼻でか写真とかあったよね。ああいう感じで。うちの芝なんですけどやっぱりすごいこう。う顔が大きくて全体がちっちゃく見えるのが可愛くて、それでそういうちょっとフォルムで作品を作るようになったんですけど、これも焼き物。そうですね、全部焼き物です。薄く作ってるから軽いからいいよね。これはパンを焼く、はい、あれがオーブンを家にあってってことなんですか。あ、お店屋さんで。あ、なんか。まおいさんがこういうの好きだもんね。うん、帰りにお腹小腹すくから少し買っとく。ぐるっと回ってからにしようか。そうしますか。すいません。はい。後で。手が痛むの。じゃあもう。いちごシロップって書いてあるけど、シロップはいちごしぼりを全部ジャムの一種として考えてる。ジャムではないんですけど、濃度のあるシロップなんです。いちごとお砂糖と白ワインとでバーって煮て沸かして、うん、それをこして取った液体というかシロップ。何に使うんですか。ヨーグルトとかに。好きに使えるのがすごいので、ちょっと今写真を今日忘れちゃったんですけど、こういうこと。あ、その上にかかってるやつ。甘くない炭酸水とか白ワインで割っていただくと、きれいに下に層が溜まって上に白が溜まっていく、うん、グレナデンとかと似た感じ。あ、まあ、使い方似た感じです。あとこういう感じでかき氷とかにかけてきた天然のいちごの味、そうじゃない、高級な味のする、はいはい、イチゴの一番美味しいとこを取ってしまう。あ、ちょっと面白いよね。ここは蜂蜜屋さん。蜂蜜とこがビスコッティと焼き菓子。マオさん好きだね。こちらの赤色の札の方がその本場のイタリアタイプで、これはね、しっかり硬いんですよ。硬めなんですか。もともとビスコッティは硬い食べ物で、めっちゃ硬いやつ。あ、つけて食べたり、チーズソースとか紅茶とかある。ただ日本人だとあの浸し習慣があまり文化的にないので、こちらはね浸さなくて噛めるようにしてるんですよ。あ、じゃあ少し柔らかい。用途もある。はいはいはい。それが好きかも。ちょっと硬くないとね、くるみとか食べてるでしょうね。いろんなのがある。うん。それはね、一通り定番が全部入ってまして、硬いのが硬くないのってよくあるんです。あの今ヒカリエでも販売してもらったりしてます。なんかさっきからちゃかあもらってます。あ、ありがとうございます。好きだ。
結構立派なお店のとこ、お店っていうかね、プロの方がやってるのね、ここ。あ、本当初めて来たんですけど。もう半年ぐらい前にうちは呼ばれていて、スケジュール合えばということで。あ、すみません。はい、東急の渋谷の本店とかですね。うんうんうん、あ、美味しいね。これは硬くないタイプ。硬、うん、くない全然。ちなみにこっちの蜂蜜はまたこれもすごくてですね。日本国内に今売られてる蜂蜜全部の中で一番美味しいという優秀な蜂蜜です。普通の蜂蜜とは全く違います。ハニーオブザイヤー。そうです。レザーウッドっていうのはお花の名前で、タスマニアにしかない花。その蜜だけが入っていて、それはワインみたいで50度以下でちゃんと持ってきてくれて、タスマニアってオーストラリア、そう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 、オーストラリアでじゃあ作っている蜂蜜、そうですね、作ってる時に取ってる、それしか取れないんですよ、はいはいはい、この花自体はタスマニアしかない花、あ、はい、食べる香水って呼ばれてますね、わからない、でもサボテンなんでしょ、タニクシュって違う、すごいよね、いろんなの売ってるじゃん、久々になんか行けたの、なんか量販店みたいなとこじゃないのね、このレンガっぽいのも作ってるっぽいね、スタバもあるよ、なんかちょっとかわいいかわいい、そう、見晴らしのいい場所です、坂の上にある、高級な住宅地に自転車で登ってきました、足パンパンです、こちらはですね、長い多分 3-4キロぐらい、5キロぐらいあるかな、桜並木になっています。まだちょっと、満開ではなくて五分咲きぐらいかな、この辺は、このまた、なんていうのかな、ちょっと高い位置にある、大通りですかねになります。こっから、あ、本当だ、高級っぽい、動物病院、これ引っ越し前に、見つけてですね、猫の形ということで、楽しみにしていましたが、ちょっと今住んでいるところとはもう違うと感じですかね。9月の15分ですね。最初から1ヶ月後ぐらいですよ。そうですね。とかちょっと、ま、でもそうか、じゃあ回ったりしてる時に見つけたんだ。8月中工事してました。そうだよね。はい。コーヒー焙煎屋さんを発見しました。この辺は映したのかな、あそこの豆のところにいっぱいあるみたいな、コーヒー飲みの黒犬としてはですね、これはとてもありがたいです。ただこれをずっと飲むにはまた稼がなきゃね。今日は一日いろいろ歩き回って、楽しい一日でした、手作りのものを作っていらっしゃる方とかが、いろいろ話もできましたし、最後にこれのこのカメラでは小さく映っていますが、肉眼では結構大きな富士山のシルエット見て終了です。これからジャン君、ポンちゃんに会いに帰ります。